extra name. さあ始まりました、チョイスインデックスということで、今回も、私シーさんと平山さんの、はい、バトルになります。お願いします。はい、お願いします。今日お邪魔しているのが兵庫県加古川市の貴重な加古川店さんですね。はい、はい、もう兵庫県の方はねよくご存知の大型ホールですけれども、今日はこちらで、ね、3時間のバトルやっていきます。はい、はい、でまあパチンコスロット基本自由なんですけれども、まあ、加古川店さんといえば特に今日はなんかスロットの強いと言われているような雰囲気を出しているような朝でしたので、確かになんか前回の時よりもお客さんいっぱいいました、はい、そう、あのお客様情報だと今日は結構スロット強いよということだったので、あ、じゃあスロット行こうかなという感じで、うん、まあ今日スロット勝負をねちょっとしていきたいと思いますけれども、はい、まあ、3時間限られた時間の中でどういう機種を選ぶのか ここも大事になってくると思いますので、うん、よろしくお願いします。お願いします。そしてこちらの企画はですね、視聴者の皆様にどっちが勝つかを当てていただこうという企画になってまして、私シーサが勝つと予想された方、当たれば5000円分の、天岐阜ですね、こちらを1名様にプレゼントします抽選で。で平山さんが勝つと予想して当たった方は1000円分の天岐阜を5名様というわけで、5000円分を5名で分け合うか1人で総取りするか、まあ、うん、そういうね、あの視聴者参加バトルとなっておりますので、ぜひ概要欄の方からどちらが勝つのか予想していただきたいと思います。で動画が前編後編分かれてますので、まあ、前編で予想していただいて後編で結果を待つという感じですね。まあ、なかなかこれまでいい勝負というか、いや本当なんか半々ぐらいでね、僅差の勝負になってるんで、まあ、今日も楽しみなところではありますが、うん、まあ、早速台を選んで実戦の方入っていきたいと思います。よろしくお願いします。します。意外となんかみんな番長じゃないんか、とりあえずなんかあんま目立たんそうな番長これを取りましたので頑張りたいと思います。218番です。おはようございます。よろしくお願いします。番長3はいけない。いや番長3打ちたかったな今日は。絆2とかありじゃない。いや絆2ありだな。ちょっととりあえず絆2を抑えます。貴重な加古川店さん、僕何年も前から来てますけど、そもそも絆シリーズはメインのコーナーにドーンとあって、まあ、絆圧倒的な人気の騎士だったんですよ。で今絆2に変わってもやっぱ台数はかなり多いので、こういう時は絆2入れてくるんじゃないかな。さあ今回のチョイスインデックスは、お互いパチスロ勝負ということでいきたいと思います。よろしくお願いします。まあ今日は貴重な加古川店さん来てますけど、まあやはりね平日ですよ。今日は平日でも朝から200名を軽く超える方が抽選に参加されている中で、ちょっと僕は遅い入場になりましたので、何を打とうか入って決めようと思いました。で割と今日はまあスロット強いんじゃないかと言われている日で、番長3せいや、まあ、この辺りがね一気にこう早い番号のお客様で埋まっていったという感じでしたね。で思いのほか絆2が空いてたんですよ。まあまあ台数多いんですけど、でそもそも貴重な加古川店さんといえばですね、まあこの前作の絆の時にかなりインパクトのある営業されてたので、まあ、絆2とはいえですね、こういう日は結構いい調整されてんじゃないかって僕は思ってるんですよね。であとやっぱり、まあ、割と短時間勝負になるので、まあ、短い時間でも、まあ、結果を残せる可能性があるというところで選びましたね。じゃあ番長3を取りました。あのいい番号だったんで、あんまり私正直番長打ってないんですけど、なんかあれでしょ、 6% の絶頂にぶち込めばいいんですよね頑張ります。でしょ、高設定はさ通常 BB っての引くんでしょ、よく通常 BB なんか通常時にボーナス引けばいいでしょ、あとなんかチェリー変なチェリー引けばいいんでしょなんかそれ知ってるよ。
そうだ、結構今週大きな寝台入れ替えがあって、まあ、パチンコもね最新機種いくつか入ってるんですけど、スロットコーナーもマイジャグ5、泡盛、そしてガロ、まあ、ゼニー型3っていうね、まあ、この辺りが、あとモンハンか入ってきて、で結構な台数寝台入ってるので、既存の機種よりもその寝台に向かわれる方が非常に多かったと、まあ、だからこの絆2あたりもね結構台数が空いてたっていうのはあるでしょうね。おー、やっと引けたか。よし、これはさすがにもらったでしょう。まあ265、まあ、ちょっと恋愛役が少なくてゲーム数は BC までにちょっとかかりましたけど、6000円ですね。それでもよう回ってくれてますね。行きましょう、一発目のバジリスクチャンス、吉田塾からです。健之助で行きます。一発目で当てたいな。あー、厳しい、少ない。539人撃破ですね。お、赤いチャンスだぞ。いった、一発目突破しました。バジリスクタイム、バジリスクタイム。ちょっと BC まで、まあ、ハマったというほどじゃないですけど、ちょっとね恋愛役なかなか引けずにゲーム数が200ゲーム以上かかって、わあちょっと朝一きついかもなと思ってたところで、おお、ここは速攻でのバジリスクチャンスです。いやでも一発目に AT 決まると気持ちいいですね。さあ1セット目、エニッシュ、夜ですね。よしよし、1セット目でやっぱり夜だと割とシナリオもいいんじゃないか、それかまあ内部的にもう継続が決まってるセットなんじゃないかと、まあどっちにしても期待が持てますね。強チェリーか、そこは巻物が欲しかった。巻物は引けずでしたけど、ここは継続じゃないの？終了？終わると思ってなかった、マジで。いや今のしんどいわ。え、続くと思ったでしょ今普通に。いやなんなら強チェリーの後だったんで、あーそれね、バジリスクチャンス出てくるパターンなのかまで思いました。ただの終了。まあまあでも、まあ、最初のバジリスクチャンス吉田塾での当たりだったということもあってバジリスクタイムつながってくれましたけど、結構バジリスクタイムまでは早いですよ周りの台も。まだ時間的にねその出玉うんぬんじゃないんですけど、まあ、この時間でポンポン AT に入ってる台が周りにあるっていうのはいいんじゃないですかね。まあ、やっぱり厳しい台、まあ、点設定とかになるとそんなポンポンいかないでしょうから、バジリスクタイムには、まあ、コーナーの雰囲気としてはよしと。お、なんの 24? え、お、夜になったよ。
魔王も一緒でしょ。あ、中対決。負けそう。お、勝った。やりました。447ゲーム。いただきジャーニー。本日初。1万4000円使いました。早い方だよね、でもね。お、なんかループ持ってた。なんか挙動悪くないですけどね。4.5 だって。お、いけそう。いけそうだ。よし。これで3日目まで行くから、もう1回ボーナスのチャンス。ダメだ。よしよし。で、こう終わりでしょ、多分。で、まずは引き戻しがあるかどうか。130枚。でもループ持ってたし、全然ハマってないから全然挙動悪くない。当たらんっぽい。やめます。移動、まあ、そんなに負けなくてよかった。リスク、天井ない方がいいんでリスク打ちます。もう残り時間もそんなないんで。じゃあ、番長3はね、挙動はそんな悪くなかったんですけど、まあ、ちょっと残り時間も少ないので、リスクアップであと遊んで終わりたいと思います。こんな引けないものかな。今、強チェリー1回っすよ。500以上回して、通常。で、巻物も150分の1ぐらいか。いや、もったいないですよね。その広角、超広角に上がってるんで、まあ、その分共通ベルト、ジャックチェリーバリバリ引いてるんですけど、完全に決定力不足。 AT 終わってもう300ゲーム超えてます。さあ、何度もこのステージに今日は来てることか。ただ何も引けずに抜けることばかりで、1回だけですね、今日ここで当てれたのは。それが今日唯一のバジリスクチャンスです。あー、頼むよ頼むよ。なんでジャックチェリーなんだよ。おい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 、ほんと吉田塾って何も来ないですよね。なんか何なんですかね。いやー、ちょっともう頼もう。400ゲーム過ぎました。 AT 終わってバジリスクチャンスが1回も引けない。 AT 終わって、おー、俺はやく重いな、この台マジで重い。
タイミングよね。さあ吉田塾を抜けた直後、そろそろ当たって BC 間400超えて結構きつい。赤タイトルここは大丈夫かな。425ゲームバジリスクタイム終わって、やっと最初のバジリスクチャンスになります。投手が13本。さあやっと通常2回目のバジリスクチャンス引けました。キョチェリ、さあ 2-2 でバジリスクタイム行ってくれればまだいいんですけどね。ここは残念。こんだけ降格超降格ステージに行きながら当てれてないんだもん、それは悔しいですよ。さあもう巻物キョチェリが何度スルーしたか分かりませんけど、ここはどうだ。はい、309ゲームですね。 AT が終わってようやくこれで2回目になります。で今734ゲーム回してます、合計で。長いよ、投資がこれで10本、920枚。まあ800回してもどう色くるだけなんで、 AT につなげられるとは限りません。早めに AT つないでおきたい。2以上は出ました。これでバジリスクタイムも、その通常結構ゲーム数かかってるんでバジリスクチャンスまでに苦労してるんですけど、バジリスクチャンス3回に対して2回ですよ、 AT 当選がこれで。2以上の示唆ですけど、これ全然高設定の可能性あると思うんですね。まだついてないだけで通常時が。よし、とりあえずまたちょっとこれで持ちメダルを作れる。長かったな、もうちょっと早めにチャンス生かせてればめちゃめちゃ面白い展開になってた可能性もある台ですよ。さあちょっと頑張ろう、2回目のバジリスクタイム1000枚出せたら最高だな、ここね。まあこれででも左の台もこの台も一応2以上の差は出てると、まあ、だから何って話なんですけど、動きを見てても隙がないだけで悪くはなさそう、挙動的にはっていう感じですね。いやー厳しいよ、そんな129枚どうしようもない。